真面目な兵隊露木が暮らすのは毎朝9時から夕方5時まで川の向こう岸の町と戦争をしている小さな町。はい、誰に向かって撃ってるんですか？そんなある日、明日から楽隊に編入するよう通達があったよ。あ、楽隊の兵舎はどこですか？なんだ、戦争の役に立つのか？おお、やっと来た。そういえば今度この町にすごい部隊が来るらしいよ。すごい部隊。夢のようでいてリアリスティック。どんな脅威かは忘れましたが、世界が認める新たな才能が全開。変な音はまだ聞こえますか？向こう岸からの音楽。向こう岸から。仕事がないと困るのです。他の仕事探したら良いです。それでも向こう岸の奴らは残酷だってね。だから息子は戦っているんだよ。一風変わったこの町は私たちの町かもしれない。生真面目楽隊のぼんやり戦争。